ハイサイ、ANA インターコンチネンタルバンザビーチリゾートへようこそ。今回ガイドを務めますリゾートコンシェルジュの敷谷美香です。どうぞよろしくお願いします。さまざまな体験並びに私どものおすすめするツアーをご案内いたします。水中バイクボブは深さ2メートルの水中を15分間水中スクーターで探検するアドベンチャースポーツです。 ANA インターコンチネンタルバンザビーチリゾートではこの素晴らしい水中探検がお楽しみいただけます。サブマリンジュニアは動く水族館のように船の中から色とりどりのサンゴ礁と熱帯魚を見ることができます。安全に素晴らしい水中の世界を窓越しにお楽しみいただけます。沖縄美ら海水族館は世界で2番目に大きな水族館です。巨大な水槽に3匹のジンベエザメ、マンタや他の多くの海洋生物を観察できるのが特徴です。この水族館では魚たちのエンターテインメントと海洋生物の世界を楽しく学ぶことができます。私たちのホテルではお客様に楽しんでいただくためのいくつものメニューをご用意しております。それではご案内いたします。読谷の八千文の里は70年から80年代に陶芸家たちが集まり共同窯を制作し、彼ら独自の芸術と技術で制作した作品を見ることができます。大峰実生先生は八千文に40人いる陶芸家の中でも巨匠と呼ばれ、彼の作品は世界中で注目を集めています。三線は沖縄を代表する三弦の楽器です。恩納村商工会では体験学習の一環で三線の演奏体験や琉装、かすりの着物の着付けを体験することができます。代表的な沖縄のお酒で蒸留されたタイ米から作られます。ホテルの近くにある恩納酒造では泡盛の製造工程をご覧いただくことができます。恩納酒造は60年以上の歴史があり、培われた技術で今も泡盛を作り続けています。小さな酒造所ですが1日550本から600本の泡盛を製造しています。沖縄ではユニークなショッピングがお楽しみいただけます。それではご案内いたします。戦後軍人によって捨てられたソーダの瓶から作られたガラスは気泡でいっぱいでした。これらの気泡をデザインにうまく取り入れ作られたのが琉球ガラスです。キーダ工房の吹きガラス体験では金石職人から吹き方、型作りを学び、オリジナルの琉球ガラスを作ることができます。沖縄のファッションスタイルで人気のアイテムがカリーシュエアです。カリーシュエアはハワイのアロハシャツのように南の島のデザインが特徴です。ぜひ那覇のパイカジュを訪れ、高品質な美しいスタイルのドレス、シャツ、パンツ、サンダルなどのお買い物をお楽しみください。女の駅は新鮮な沖縄ならではの食べ物を見つけるのに最高の場所です。新鮮なゴーヤ、紅芋、マンゴー、島バナナ、島らっきょうなどもお買い求めいただけます。もしちょっとお腹が空いたら沖縄の代表的なおやつサーターアンダギーがおすすめです。また暑い沖縄ではぜひトロピカルマウンテンアイスクリームを試してみてください。沖縄ではさまざまな地元の食材を使ったレストランがお楽しみいただけます。それではご案内いたします。沖縄に来たら必ず食べてもらいたいのが沖縄そばです。中村そばはオーシャンビューのお店で打ち立てのそばがお楽しみいただけます。そして一番人気のアーサそばがおすすめです。沖縄の青森と唐辛子から作った高齢グースを 2,3 滴入れるとさらに美味しさが広がります。沖縄特産のヘルシーな豚肉を思う存分お楽しみいただけます。種類もアグ、ヤンバル島豚、ベニ豚、長寿豚、リュービトンなど県内のブランド肉を数多く揃え、すべてしゃぶしゃぶで味わうことができます。鳴き声以外はすべて食べれると言われる沖縄の豚、その美味しさを実感してみてください。グリルでは海側のアウトデッキテラスで
リラックスした自然の雰囲気と美味しいお肉料理がお楽しみいただけます。沖縄の潮風とさざ波の音で心休まるひとときと、グリルで焼かれた最高のステーキとシーフードをお楽しみください。ANA インターコンチネンタルマンザビーチリゾートで素敵な体験をお楽しみください。皆様とこのホテルでお目にかかれることを楽しみにしています。